それでは WCCF カード紹介引き続きやっていきましょうか。今回はですね、いやこれはもう知ってたら皆さん年代を感じます。わかりますか？元韓国代表アン・ジョンファン。俺ねサブに入れてたんですよ。ポジション的にはどこなんかな、トップ下とかそういう扱いなのかな、この時はね。まあ基本的にはセンターフォワードなんですけど、トップ下をやってた子ですね。多分2年間ぐらいベルギーであんま結果残せなかったんですけど、イタリア、あ、違って、日韓ワールドカップでイタリアを破ってしまったんで、この人のゴールで、その時点でクビになりました。ベルギーはね。その後どこ行ったんやろ？ベルギー行った後 J リーグ行ったり、ブンデスリーガ行ったりしたんかな。そう、結構活躍しましたよね。ワールドカップで何回出たんやろ？2002年、2006年は出てゴールしましたよ。2010年は出たんかな？ちょっと記憶ないですね。まあ出たとしてもサブか何かやったと思いますけど。めちゃめちゃいい選手ですね。何年生まれこの人？ 78 年か。1個言ってほしい。いや、いいですね。この人のハイライトはね、2002年ワールドカップやったと思いますね。あの韓国を破ったね、最後の最後の V ゴールのヘディング、痺れましたよね。この人やっぱね、一番いいところも典型的なストライカーなんですね。ボール来たらすぐシュート打つみたいな。もうバティストダナミにすぐシュートしますから、見てて気持ちいいですよ。ただスタミナとかがないんでね、なかなかフルでは持たないですけど。これでもだから、オフェンス15、テクニック16、スタミナ11ですからね。俺サブで入れてましたね。ゴールアナウンスは多分ないと思いますけどね。ゴールしたら、アン・ジョン・ファンって言うんですよ。それが結構かっこよくてね。結構使ってましたね、サブ。結構 WCCF もね、確かね、WCCF ね、韓国代表ができるんですよ。なんか、なると思うんですよ、確か。11人プラス5でしょ。確かね、J リーグカードができてから、J リーグのチームのカードが出てきてからは、結構ね、韓国代表を組めるようになってきたんですよ。まあ、俺はやらないですけど。まあでもお気に入りのね、カードの1枚なんで、いいですよね。アン・ジョン・ファン。この人結構好きやったの。この人結構ね、てか J リーグでもプレイしてたはずな、確か。俺覚えてる。確か J リーグでもプレイしてたはず。どこやったかな？横浜マリノスやったかな？ちょっと忘れましたけど。かなりいい選手ですよ。懐かしい2002年ですね。まあ、今回はそんな感じで、まあ、これからもね、これからもねっていうか、前回だいぶ前ですけど、ソン・フンミン紹介したんですけど、まあ、韓国の、ね、選手も結構好きなんで、いい選手を国籍問わず、紹介していきたいなというふうに思ってます、ね。今回は元韓国代表アン・ジョンファン紹介でした。ありがとうございました。